はい、どうも、ジョラです。今回は、僕が毎日やっている女装のメイクをやりつつ、どんな商品をね、使っているかとか、メイク用品使っているかっていうのを紹介しながらやっていこうかと思います。僕ね、前回のこっちの顔を出した時に、パウダーおすすめのあったら教えてほしいですとか、コメント欄にお願いしますって言ったのに対して、すごいコメントいただいたんですよ。ありがとうございます。僕が普段出している動画で、投稿して2時間くらい、コメント数ってだいたい3、40件ぐらいなんですよ。で、多くて50行くか行かないかぐらいで。で、前回の動画に関しては、2時間で150だったかな。すごいね、量のね、コメントをいただいて、全部目を通したんですけど、まあ、いろんなね、まあ、商品を教えていただいたんですけど、結構多くって、自分の肌にね、合ったものがね、見つかればいいなとは思っております。さすがにね、ちょっといっぺんに買っていっぺんに試すっていうのがちょっといないので、もうちょこちょことやって自分のいいものを見つけられたらいいなと思っております。まあ、引き続きね、何かおすすめなものがあれば教えていただけると嬉しいです。あ、これちなみにお酒じゃなくて水飲んでます。コップはね、ニトリの虹色に光るコップを使ってます。女声釣り配信の時とかもずっと水飲んでて使わせてもらってるんですけど、それの影響で僕のリスナーさん、僕を応援してくれてる人をこう総称して、ジュランっていう名前で呼ばせてもらってるんですけど、そのジュランの方々がたくさん買ってるみたいで、よかったらニトリさんの僕に案件をいただけると嬉しいです。てなわけで、まあ、早速ね、やっていこう。はい。で、ちょっともうね、カラコンは入れてしまってるんですけど、まあ、それ以外はまだ、もうすっぴんなので、まあ、メイクしつつ、紹介しつつ、まあ、少しね、話したいこともあるので、話しながらやっていこうかと思います。話したいことっていうのが、まあ、さっきまで、うつだったんですよ。僕ね、うつ病持ってるってことを公言して、活動してるんですけど、で、久しぶりに結構重たい感じで、ズシーンってきたんですよ。うつ状態がね。うつ状態ね、なった時に一番辛いっていうのが、まず、下地進めていきます。ロシェポゼ UV イディア XL プロテクショントーンアップ、まあ、化粧下地ですね。まあ、うつ状態で自分がしんどいなって思うのが、うつの時、自分中心に物事を考えてしまうというか、それが結構しんどくって、この活動においての話だと、結構僕を応援してくれてる方々に多いんですけど、僕を推したことで初めて推しができましたとか、初めて活動者を応援するようになりましたっていう方が結構多いんですよ。まあ、ってなると、今まで SNS を使ってなかったっていう人がいたりとか、それこそ YouTube もあんまりよく分かってないですっていう方も結構多いんですよ。それは仕方ないと思ってるし、むしろね、今までそういうことがなかったのに僕を見つけてくれて、ね、応援したいって思ってくれるっていうのはむしろありがたいなって思ってるし、嬉しいことなので、なんかそういう方々の声もよく聞くので、教えたりまではいかないんですけど、こういうものがあるよとか、こういうことをしてしまうと視聴者さん同士ちょっとこう揉め事が起きてしまうらしいよとかいう話をちょっとするんですよ、配信とかで。そういうことを話していると、やっぱ疑問に思ったことも聞いてくれるので、僕はその都度、答えれる範囲答えてたりするんですよ。普段、全く思わないのに、鬱になった時、もう自分中心になっちゃって、なんかいっぱいいっぱいになるから、鬱の状態だとね。なんかそこにこう、聞かれてしまうと、もうそのぐらい自分で調べてくれよ、とか思っちゃって、その思った後に、なんでそんなこと思うんかな、自分、みたいな。その自分に苛立ってしまって、で、そっからまたこう、鬱に、入っていくみたいな。今ちょっと落ち着いたっていうところで、まあ自分のね、スイッチの切り替えのためにもちょっと動画を回してるんですけど、まあ僕をね、応援してくれてる方たちの中には、もしかしたら同じくね、うつ病で自分とね、向き合って頑張ってる人だったりとか、まあ他にもね、うつに限らず、まあ自分の病気だったりとか、障害だったりとか、その他にもね、生きてたら、辛い思いや悲しい思いすると思うんで、各々がね、多分頑張ってると思うんですけど。なんで僕がそれを言うのか、同情してほしいとかではなくて、なんか、あ、自分一人じゃないんだなって思ってくれて、立ち直るきっかけになればいいんじゃないかなと思って、僕はこうやって発信をしてるんですけど、鬱だっていうことをね、公言して。だから、別に心配してほしいわけではないです。このままやっちゃった。下に塗ったら、僕、オレンジチークを、眉の、反り跡、あと、クマ、内回りのヒゲ、もうオレンジチークを、
ガッツし塗ったくってきます。まあだからね、少しでも共感とか自分だけじゃないんだって思ってくれたらいいかなと思って字にしてます。オレンジチークこういう感じで、結構ガッツしね塗ってきます。これをファンデーションでまず軽く隠していきます。でさっきのオレンジチーク、これディズニーストアで買ったやつで、どこのメーカーなのか書いてないんですよ、後ろ。まあ、オレンジチークだったら何でもいいと思います。あと、カラコン言ってなかった。カラコンは、アイズクローゼットっていうところの、今、色がね、コッペパンっていう色を目にしてます。で、次。エチュードハウスのファンデーション、ダブルラスティングセラムファンデーション、オレンジチークのところに優先的に乗せてます。ファンデが塗り終わったんで、ティッシュオフ一旦したいと思います。さっきオレンジチークを乗せたところにコンシーラー、ダセムのコンシーラーを同じようにつけてきます。まあ、しばらくね、結構落ち着いてたんですよ、うつの方も。この活動をしながらこう自分と向き合いつつやってたんで、だいぶね、なってなかったといえば嘘になるけど、まあ、軽くちょっと、あ、うつきたなーみたいな。さっきがもう結構久しぶりにズドーンってきたんで、まあ、自分も結構びっくりしたっていうか、こういう感じで乗せて伸ばします。まあ、今はね、全然大丈夫なんで、前向きに気持ちを切り替えて動画を撮っております。うつの人って自分の好きなことをまずした方がいいって言われるんですけど、うつになってね、自分の好きなこと分かんなくなったんで。お医者さんにも、好きなことを何ですかって言われて、何ですかねって困るような回答しちゃったんで。でも今はなんかこの活動を通していろんなね、コメントいただいたりとか、それこそ同じうつとかで、まあ、ADHD とかで悩むことがたくさんあったけど、僕の動画を見て笑えるようになったとか、頑張ろうって思えるようになりましたとか、あとはもう本当に純粋に僕を応援してくれてるようなコメントとかを見て、それが今は僕は生きがいになってますね。コンシーラー伸ばし終わったらパウダーを乗せていきます。コフレドールのルーセントフィニッシュパウダー。まあ、でもうつに限らずね、自分との向き合い方って簡単そうで難しいよね。今だって自分とは何ですかって言われたらさ、難しくない？答えるの。でも僕、自分とは何ですかって質問してくる人すごい嫌だよ。嫌だわ。なんだおめえってなるわ。うせえってほっとけってなるわ。今思った方すいません。普通にそんな質問されるの嫌だわ。まあ、話は変わるんですけど、僕今月ね、ジュラっていう活動を始めて3周年も経つんですよ。動画を出てる頃にはね、3周年迎えてるとは思うんですけど、3周年って言っても体調不良とかで休止してた期間とかがあるんで、実質ちゃんと活動してたのってまだ半年くらいなんですよ。もう最近なんで、ちゃんとやり始めたのが最近ね。たくさんの方々にね、見てもらえるようになって、いろんなねコメントある中、新参古参制度みたいなあるじゃないですか。昔から押しとけばよかったって、ありが、嬉しいし、ありがたいんだけど、もう今から押してたら、僕が今後ね、活動し続けてたら古参になるんだよ、結局。もう、それで良くない？ダメかな？わかんないけど。僕2個粉使います。イニスフリーのパウダーを。前回の動画で、メイクをね、しながら会話できてるかどうか不安だっていう話をしてたと思うんですけど、話せてるよっていう温かいコメントいただいてたんで、安心しました。ここまでやって、で、下地が完成ですね。アイメイクに行くんですけど、まずベース塗ります。アイメイクのラスティングマルチアイベース。これなんか新しい色出たよね。オレンジだか黄色みたいなパッケージの。これはもうそれ使ったことないんですけど、ずっとピンクで。シャドウを乗せていくんですが、使うのがクリオの黒アイパレットの薄ピンクを使っていきます。これはアイホール全体に感じで。アイホール塗り終わったら、ブラウンっぽい色を筆に取って、ここからね、僕の塗り方多分ちょっと変だと思うんですけど、目尻の方から中央に向かって塗っていきます。こういう感じ？で、今度、目頭の方から中央に向かって、こういう感じ？塗っていきます。で、反対も、目尻と目頭が濃い。で、中央に向かってちょっと薄いみたいな感じの塗り方をしてます。普通のシャドウって多分こう上下にグラデーションになると思うんですけど、僕多分縦グラデーみたいな感じだと思います。多分。と思ってやってます。ぐわ。次、ちょっとピンクっぽいこの色を取って、さっきのこのスタートから今度下を塗っていきます。
下は結構ガッツし色入れちゃってます。で残った粉で一周してみたいな、ちょっと殴られたみたいな。前回のね動画でもガッツしたど入れるんだねってご声いただいたんですけど、もう本当にガッツし入れますね僕は。あとからちょっと馴染ませていくみたいな。今度ちょっとブラウンっぽい濃い色筆にとって、あのアイラインと地雷盛りラインの下書きみたいな感じで、こういう感じ、目頭のところもこの延長線上の目の端から垂らしていくみたいな。次ちょっと違うシャドウ使いまして、セサンヌのシングルカラーアイシャドウ04番手に取って、この薄い真ん中黒目の上にラメを感じで乗せます。あとよくメイク終わりとかにこの目頭のところにハイライト入れる方いらっしゃると思うんですけど、それと同じ感覚でここにも同じラメを入れます。ラメまで塗ったらアイプチして二重にしていきます。使ってるアイプチはアストリアビルゴ A ビューティーフィクサー。これもちょっと僕やり方多分変なのと思うんですけど、最初両方とも一回糊を乗せちゃいます。乾かして指で目の端と端を挟むような感じで自分の作りたいまぶたに合わせて食い込ませるみたいな、そういう感じで。なかなかあれじゃないですかね、メイク動画でこんな絵面初めてかもしれないけど、これマジであの動画用じゃなくていつもこうやってます。僕ちょっと一回だとまぶたが重くてなりきらないので、追いアイプチをします。追いアイプチの時は形もちょっと整えてやっていきたいので片目ずつちゃんとやってきます。一回目は結構適当でいいかな。同じように挟んで形を整えながら、もうこういう感じの台になります。さっき下書きをしたアイラインのところと地雷盛りラインを描いていきます。でもこれもねちょっと描き方変だと思うんですけど、この目尻のところからこの上に向かって一回描きます。なぞって下書きをね、こういう感じで、今度そのスタートしたところから今度下になぞっていきます。こういう感じのラインになります。でなんでこういう描き方するかっていうと、僕ねあんまり綺麗にこうやって描けないんですよ。途切れ途切れでやると僕は綺麗に描け、綺麗なのかちょっと定かじゃないけど自分の中では綺麗なんでこういう描き方をしてます。もしねなんかライン描くの苦手な方いたらちょっと試してみてください。僕はこれ革命的だと思ってやってるんで、もしねこれで描きやすいっていう人がいたらちょっとこのやり方の特許に申請するんで、それで僕稼いでいきたいと思います。こういう感じ、ラインも結構ガッツし下に垂らして描いてます。あ、ごめんまた言うの忘れた。アイライナーはラブライナーのダークブラウン使ってます。今度ジェルライナーで地雷盛りラインを描いていくんですけど、これもラブライナーですね。ラブライナーのなんか色がわかんない、あのなんか赤茶っぽい感じ。今ねカメラが切れてたことに気づかずにちょっとそのまま進めてしまってて、地雷盛りラインをなぞった後に涙袋のラインとあと二重のラインをクリオの濃い茶色でなぞってました。ここまで行ったら一旦マスカラをしに行きたいのでビューラーで上げていきます。いやちょっとカメラ全然気づかなくって黙々とやってましたね。 ADHD の前回も出たのに気づかないね。マスカラ下地、これケイトの白いやつですね。できます。で僕ね塗り方ちょっとこれも特殊で縦にしてこう塗ってきます。普通こうだと思うんですけど先に縦にして塗ります。で最後こういうやり方で形をちょっと整えるみたいな。なんでこれをしてるかっていうと、僕ね、なんか一発目でこれでつかないんですよ。縦にするとすごいつくから、縦にして、こういうつけ方をして、で最後、まあ形整えれば、まあ、ガニガラみたいな感じでやってます。まつげも縦で塗ってます。マスカラも全く同じ塗り方で色をつけてきます。縦で、こういう。で、こう気持ち形整えるみたいな。それとねもともとつかなかったんだけど結構つくようになって、ちょっとそれから僕はこのやり方でしかやってないですね。マスカラちゃんとつかないみたいな人いません？つかないから無理やりつけようとしてグッて力入ってさ、このまぶたの裏につくみたいなマスカラがあれうざいですよね。今マスカラを塗ったばっかりなんでちょっと乾くまで眉毛を描いていきます。エチュードハウスのドローイングアイブロウペンシルブラウンです。僕は最初枠を描いちゃって、その中を埋めて、最後ぼかすっていうやり方をしてます。
こういう、めっちゃちょっと変な感じにして、中を埋めていくのがビセのリシェアイブロウパウダーを使ってます。一番濃い色で中を埋めていきます。で、内側からだんだん外にかけて。で、真ん中の色を取って、眉毛の真ん中ら辺、目の上ら辺から、坊主に落とします。このぐらい。結構ガッツし。鼻先を、尖らせるやつして、動かします。で、今度、鼻の穴の間、鼻の穴と鼻の穴があるので、この間を黒くして鼻の穴を1個にします。あ、鼻の穴、ちょっと2つよりも大きめの1個の方が、まあ通気性がいいんでね。で、鼻の下も、鼻の穴拡大します。唇の先の間ら辺を少し、トンつけて、唇、下唇の、ここ。はい、書いていきます。そしたら今入れたところを全部ちょっとぼかして、で、最後、さっきのアイブロウペンシルの反対側はスクリューブラシになってるので、眉毛をぼかしていきます。で、眉頭の方は結構薄くまで、がっつしぼかします。前頭が濃いと、ちょっと繋がってね、見えちゃって、ロックリーって呼ばれちゃうんで、そこは避けたいなっていうところがあるんで、はい。だいたいマスカラ乾いてるんで、アイメイクに戻るんですけど、コンシーラーですね。キャンメイクのカラーミキシングコンシーラー、チップのやつを、一番明るい色とって、涙袋のところに乗せてきます。コンシーラー乗せると結構、この時点でも印象変わると思うんですけど、この上に、ロマンドのグリッターを乗せてきます。なので結構キラキラするんで。さっきのコンシーラーもう一回使って、真ん中の色で、最初のアイシャドウ結構ガッツし入ってるところ、今ちょっとぼやけてるので、線を描いたところのちょっと下ら辺に入れて、で、それを伸ばして、前の形をちょっと綺麗に見せていきます。こういう感じですね。次、ハイライトを乗せていきます。目の下にちょっと三角、に指で乗せてあげて、セザンヌのパールグローハイライトを指で取って、鼻の上、真ん中ら辺に、唇の上、顎。で、あとは筆取って、眉毛の上と下でシュ。眉毛の上と下でシュしたら、救急車が来ますので、お迎え上がりましたっていうことですね。チークは、キャンメイクのグローフルールチークス。やつを使ってます。10番。腕にとって、上すぎても下すぎても、ちょっと人中が長く見えちゃうので、僕は、だいたい鼻先くらいよりちょい下ぐらいかな、気持ち下かなぐらいの、この辺から入れてます。あと、鼻先、顎の下、シェーディングを、アートクラス、バイロダンシェーディング。これも筆に同じく取って、顎、ガッツし削っていきます。で、結構この時に、ローラチェやると、すごい塗りやすいですよ。こういう感じで。塗ると、とても塗りやすいっていう。ただ、特に女性の方だと、顔面的に終わるので気をつけてください。で、ウィッグ被るので、ちょっとその生え際ら辺を。最後、エプロンのスキンライトプレストパウダーっていうのをかけてます。ここまでやってると多分、グリッターとか乾いてるんで、アイラインに戻って、下まつげを描いていきます。下まつげもこういう感じで描いていきます。あと、まあ、好きなところに、この辺にいつも、泣き袋を描いてます。次、グロスを塗っていきます。で、視聴者の方にいただいたものなんですけど、ディオールのアディクトリップマキシマイザー。マキシマイザーっていうやつを塗っていきます。全体的に塗ったら、今度ロマンドの、ティント。これ何番 ?17。パルムコークっていう色を、下唇の内側に乗せて、その場で、まん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 。で、伸ばします。であとは、なんかちょっと自分の直したいところを直して、ウィッグ被って、戻っていきたいと思います。はい。
ウィッグをかぶってきました。どうでしょうか。いつものジラになれたと思います。ということで今日はこういう感じで、いつもの女装している時のメイクを動画に撮ってみました。何か他にこうあれをやってる時どうしてますかとか、なんか漏れてるかもしれないので、こういう時何使ってますかっていうのをなんか疑問に思ったらコメント欄に記載してくれると嬉しいです。ということで今日はこれで終わりたいと思います。